何でしょうか。私、先ほど小耳に挟んだのですが、何でも神殿の襲撃を予言した娘がいるとか。ええ、私もその件については知っております。何でもその方は神がかりのような状態になられたそうですが。神がかりですか。どうせ語りに決まっていますよ。そんな。ユリシア様は今まで自称預言者が一体何人いたかご存知ではないのですか。ですが、このような時です、神がその方を通して私たちに救いの手を差し伸べてくださったということも。このような時、このような時だからこそそういった語りが登場するのですが。その方のおかげでアールマティ騎士団がいち早く動いてくださったのですよ。それなのに語り呼ばわりするだなんて。その者が預言者であるということ以外にもう一つ可能性がありますわね。ボルドの動きをあらかじめ知っていた密通者であるという可能性が。そんな。あくまで可能性の話です。本気で密通者であるとまでは私も考えていません。ユリシア様、あなたがそのものを信じることは勝手です。私に口を挟む権限はありません。ですが、偽りの言葉には惑わされないよう、あなたは仮に国王なのですから。はい。あなたは本当に変わりましたよね。数年前はそのような表情をなさるなど信じられないくらい快活でしたね。今はまるで何かに怯えていらっしゃるかのようです。あなたは何に身を震わせていらっしゃいます？それは、あなたが以前何者かによってさらわれた時に同時に奪われたサグディード。あなたが戻ってきてもそれが戻ってくることは決してなかった。そして現在もそのサグディードの行方は秘密裏に捜索されております。ですが、あなたはそのありかを知っていらっしゃるのではないでしょうか。知っていて、あえて口をつぐんでいらっしゃるのではないですか。そんなことは。あれは我が国にとって何より重大なもの。古来よりさまざまな国を渡り歩いた英知の力。そのことを知っているにもかかわらず、どうしてあなたは頑としてそのことを言おうとはしないのですか。それは。なぜあなたが神によって王に選ばれたのでしょうね。私にはとてもあなたが王にふさわしいようには思えない。私、失礼します。リシャルド様、どうしてあなたがここに。失礼します。あら、あなたは。アールマティ騎士団所属のアス・リジェルド。一応は。そう、確かあなたの妹が
神殿の襲撃を予言したとかいう噂になっているのもね。みんな飛びつきたいんじゃないのかしら。救世主となる可能性のあるものに。こんな時だからこそ奇跡を求めたいの。そこにいたということは、私とユリシア様の会話をずっと聞いていたのかしら。こんなところで話をしていた私たちも私たちなのか。そのことは今不問にしましょう。あなたの妹さんを語りだのなんだのと散々言ってしまったわね。優しいわね。もっとも肉親をかばうのは当然のことだけれど、祭司長ともなるとね、自称預言者やら自称神やらいう連中が大勢訪ねてくるのよ。嘘をついているものから嘘をついている自覚のないものまで大勢ね。不遜な態度ね。そんなことでは長生きできないわよ。よく平然とこの私をにらみつけてくるものだわ。褒めてあげるわよ、その勇気を。妹さんがこれ以上嘘をつかなければね。リシェルド様、いつからそこに？お待ちください。今そちらの方に参りますから。先ほどはお恥ずかしいところを見せてしまいました。あなたにはきっといろいろな話を聞かせてしまったのでしょうね。申し訳ありませんが、そのことに関しては口外しないでいただけないでしょうか。ありがとうございます。そうしていただけると助かります。オクタビア様と私は同じ一族ですから、ある意味そういった気安さが表に出ているのかもしれません。そこまで血は近くありません。数代前まで遡ってようやくそうであったと言える関係になれるといったところです。
ですから、着任する前は一度もお会いしたことはありませんでした。お名前くらいは知っておりましたが。ですが、一族には数百という数の人間がおりますので、なかなか全員覚えるというのも。もっとも王となった今とあってはそうも言っていられませんが。ご無事でよかったです。神殿の時、私たちが行ってしまった後、あなた方は見事賊を倒し生還なさってくださいました。本当によかったです。あの後、私はあなた方の安否が気になって仕方なかったものですから。でも、お怪我などは本当にないのですか？もしそうならば、私はできる限りのことを。本当にお怪我はございませんのね。よかった。あなた方には感謝しているんです。私のことをお守りくださり、リシエラ様をお救いくださったのですから。でもあの時、私にはあなた方がどれほど頼りになったことか、それこそ言葉では言い表せぬくらいに感謝しております。大げさですか？本音ですか？そんなに慌てなくても。申し訳ありません。私たらつい。いいもの？そういえば、笑ったこと自体、なんだか久々な気がします。なんだか、あなたはこうやって話していてもちっとも嫌な感じがしませんわ。いえ、その、他の方にはおっしゃらないでいただけますか？私、男の方が少し苦手なんです。だから、あなたのことも初めは。いえ、ですから不思議なことに、今は特に嫌な感じがしないんです。本当に不思議。どうしてなんでしょう。
ところで、リジェルド様もよくこの湖にはいらしているようですね。お好きなんですか、ここが。昔、今はお嫌いなんですか。いえ、私は祈りを捧げるためにここに。あなたもおそらくご存知でしょうが、この湖にはかつて神が降臨したとの伝説が。それ以来、ここは峡谷にとって神事の場であり続けています。ええ、神は私を王に選んでくださいました。祈りを捧げればきっとお聞き届けくださるはずです。少なくとも私はそう信じております。なぜそのことを。聞かれていたのですか、私の言葉を。恥ずかしい。王としてそうするのは当然のことですから、関心なさるようなことではありませんわ。それに祈ることくらいしか私にはできませんから。いえ、そうなのです。私は玉座に座っていたところで何一つ満足にできはしないのですから。全て他の方がやってくださっている中で、私はただ首を縦に振るだけ。そんなこと子供でもできるようなことですわ。ましてや今、民が頼るべき存在は私であるというのに、私はただおろおろしているばかりで、むしろ人を不安にさせてしまっています。私は今どうにかしなければならないのです。こうしている間にも、またいつボルドの襲撃があることか。申し訳ありません、あなたにこんな愚痴のようなことを言うだなんて。そうですね、それはそうですが、でも。いえ、もしかしたらあなたの言う通りなのかもしれません。私は私にできることを。私にできること、それはやはりこの神に与えられし力を振るうことでしょうか。きっと神もそのつもりで私に力をお与えに。そうである以上、私はそれを振るわなければ。私が真の意味で民のために、そして神のために尽くすにはどうすればよいのか、私にはその答えしか浮かびません。リジェルド様、私は戦わなくてもいいというわけではないと思うのです。その必要に迫られた時は
むしろ先頭に立って戦うべきなのではないかと思います。もっともあくまでその必要に迫られたらの時のお話です。何も今すぐ玉座を降りて戦おうなどと思っているわけではありません。そうですね、その時とはもしかしたらロアーナの滅びの時かもしれませんから。申し訳ありません、滅びなどと不吉な言葉を口に出すべきではありませんでした。渡したいもの、手紙、リシエラ様が私にこれを。私はいろいろな方に気遣われてしまっていますわね。嬉しいです、本当に。もうあんなに太陽が沈みかけていますのね。私、そろそろ宮殿に戻らなくては。私は勝手に宮殿を抜け出してここに来てしまっているので、あなたと一緒に宮殿に戻ったとなれば、何でしょう、あなたの妹、神殿の襲撃を予言したという。オクタビア様が語りとおっしゃっていたことをお気になさっていられるのですか。ダメですね。私からは、私の立場からは何も申し上げることはできません。ただ個人的感情を申し上げれば、信じたいとは思っています。単にそれは私が救世主を欲しているからに過ぎないのかもしれませんが。ではリジェルド様、私はこれで失礼いたします。いえ、お気になさらず。